僕と僕らの夏は、樋口雄介による日本の推理小説。1988年、第8回サントリーミステリー大賞読者賞受賞作。万年平刑事の息子と敵屋の娘が繰り広げる、青春ミステリー。樋口雄介のデビュー作、サントリーミステリー大賞の選考会で、海イコケンとイーデス・ハンソンが絶賛した。 1988年に単行本が文芸春秋から発売され、1991年には同じく文芸春秋より文庫化。なお、文庫版は2007年に復刊した。映画化ならびにテレビドラマ化されている。主人公の戸川春一はフォルクスワーゲンを乗り回している巨人ファンの刑事を父に持つ三玉地区の高校生。ある夏の日、 同級生の岩沢邦子が変死し、それをきっかけに、敵屋の酒井久美の娘である、酒井朝子と急接近する。春と朝子は、邦子の死因を判明するために奔走するが、ひょんなことから酒井久美の用心棒である秀松から、朝子の母親と、戸川刑事が、高校時代恋仲になって駆け落ちしたという、内緒話を聞かされ二人はびっくりする。しかし、 追い打ちをかけるように今度は別の同級生である荒井恵子も変死。戸川刑事は春や朝子たちの担任である村岡先生に事情聴取するが、その戸川刑事自身が村岡先生に一目惚れしてしまう。1990年11月3日に公開されたメインロケ地は茨城県下妻市。原作小説は多摩地域が舞台だが、この映画では 村岡先生が現役の高校教師兼 FM 茨城の DJ という設定になっている。前編にわたり GS が流れ暗い結末の原作とは違い、ラストはタイガースメモリアルクラブバンドの懐かしきラブソングに乗せて遠くへ旅立つ村岡先生を戸川啓事が土浦駅で見送る切ないシーンの後、春市と麻子が大竹海岸を駆けずり回る。 爽やかなシーンで幕を閉じる。キャッチコピーは、その夏は、二人にとって、特別な、夏になった。1990年9月15日にテレビ朝日系、土曜ワイド劇場の一作として、真夏の女子高生連続殺人甘くて危ない僕と、僕らの夏のタイトルで放送された。真夏の女子高生連続殺人甘くて危ない僕と、僕らの夏に関するカテゴリー。 ありがとうございます。